全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。大外から押して18番ミレニアムマシニカ、2番ミショユリのボス、内から追い上げる5番ネプーザ、方位をキープ。これを見るように外側17番セレスティアル、内から6番スカーレットキング。各馬1コーナーに入っていきます。内押さえて14番フォーマンエマス、内側8番ヤマハ、6馬身相手12番バンバドロン、3番オビワンスリー、この辺りが中段。9番ノン、外を押さえて13番ミスタフレンド、内側1番浅田トール。2コーナーを抜けて向こう正面、1馬身相手10番サトシノックス。これを見るように外側15番イテイテクラシック、内押さえて11番ヒゲノアラジン。 1000m の通過タイムは1分0秒2。1馬身相手4番ゴールドシュミット、続きまして16番スーパーミズジュン、7番チェックサンダー後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は依然ミレニアムマシリカ、6番スカーレットキング先頭に入れ替わります。14番トーマンエマス、後位をキープ。内から5番レッグーザ、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。外を抑えて17番セレスティアル、1番人気2番ミショユリのボス、この位置。1番人気ミショユリのボス現在5番手、長い府中の直線 500m に入ります。歓声が大きくなって直線の攻防、400を切って先頭トーマンエマス、そしてミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカ突っ込んでくる、ミレニアムマシリカわずかに先頭か、残り200を切った。依然として先頭はミレニアムマシリカ。ここで先頭が入れ替わる。スカーレットキング粘っている。スカーレットキング堂々と合輪、勝ったのはスカーレットキング。鞍上は横山武史騎手。スカーレットキングブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着トーマンエマス、3着ミレニアムマシリカ、